はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦ですね。オリハルコン5からやっていきたいと思います。いよいよ来週からね、アニバーサリー杯始まりますんで、普段やってない人が出てくるからね、強いんですよね。はい、対戦よろしくお願いします。かわいい、かわいい、確かに。そういったパーティーをなぎ倒していきたい。そのミスが気になる。そういう仕様でいいんですか。あ、マルティナいるの。あー、しかも順番入ってくんだっけ。割り込んでくんだっけ。しかもマルティナってさ、何聞くの、何聞くの。イオヒャドギラメラ、素早さ上げ、次のターンじゃ早くなっちゃうってことね。これさ、どうしようかな、どうしようかな、仲間呼ぼうか。次ベロニカッチなんでね、これやっちゃまずいかな、ちょっとこれまずいかな、どうかな、握手かな。いや大丈夫、神様のベホマズンがあるから必殺ベホマズンがあるから、これイリューシャ多分来るっしょ。でマルティナの次素早さ上がってくるから、これベホマズン、ベホマズンいきます。素早さが元に戻った、やばい。え、止まるとかと、あ、調子悪くか、行こうかな、じゃあ行こうか。お返し、で前に出ましょう。これはこの辺でね、マルティナと初対戦ですよ。であの子が起きる前に何とかしなきゃいけないのよ。何、もう必殺くんの。パイレーツスクランブルドレーム、どれ、アーム、何聞く。天空竜はギラ、天空、天空竜しましょうか。天空竜にして射程3で置いておこうか。射程3でな、射程3で置いておく。回復ある、回復なしよ。で捨ててこう、捨ててこう。すばやさ681、天罰、天罰。あ、これ追撃で落ちたか、マルティナ。すず、次、次、次、落ちろ、落ちろ、落ちろ、落ち。虚弱ではないんだな。で、カバーをしましょう。いや、今捨ててこう打って追撃でティナでよかったかな。あれ、踏みとどまり持ってんだっけ。これ大丈夫でしょう、コト、頼むぞ、頼むぞコト。な、な、かわいい。いや、イリューシャ来たかったな、本当に、本当に当てたかった。でも縁がなくてさ。はい、ありがとうございます。いや、マルティナ分かんない、全くガチャがすっからかん、すっから、なんていうの、すっからかんっていうの、うんともすんとも言わなかったからさ、性能全く見てないんだよね。踏みとどまりとかあるのかな。でドリアムが今4突マルティナだった、3突だったかな、ワンパンだった。あれ2ターン目で必殺くんのかな。あれだったら小僧さ、前出なくてよかったんだけどなんで出ちゃったの前に。さすがにワンパンはないかなと思っちゃったけどね。いや、ドレアム終わる時が来たのかな。はい、対戦よろしくお願いします。やだ、ドレアム終わっちゃやだ。
どうせ終わるんだったら神を降らしてくんねえかな。これ仲間呼びっすね。呼ばないっすね。仲間呼ばないん、ここでいいか。ここだな。ここでいいね。はい。怒りの会心ね。うん、怒りの会心ってことですね、今ね。さあ、昨日に引き続き、この戦略。左下に固まるという、穴熊戦法。硬いよ。これは硬いからね。これ、剣線飛ばす。かっこいい。剣線飛ばすだと思われますが、どうでしょうか。違うか。下がってかっこいいか。こっち。お、前へ来て男らしい。男らしくかっこよくなる。ドライブな。グルリン射程来ないかな。来ないよ、さすがにね。ここか。ここ、ここ。でも、あそこはグルリン射程っすね。OK ですね。これは止めますね。オッケー。お、かっこいいにはならないんだ。半分ぐらい削ってるとは思うんだが。次、あー、スカラは痛い。あー、スカラは痛いっす。あ、ここで仲間呼んでくるんじゃない多分ね。ここで仲間呼んでくるから、で、ゴレムスでレックを守ると思うんで、なんだっけ、ダークスロー。これ2本前だね。あ、そこで、そこで、そこでとなると、ぐるん気持ちいいパターンね。で、これやっちゃうと、これ落ちるんだけど、これやっちゃうとね、まあ、かっこいいのは、ダメージ経験も入っ、落ちた。いや、来ました、ベホマズン。ここか、ここだな。これですね、これやっていきましょう。これやりましょう。いいですね。テンション取られてないんで、これはありがたいですね。これデススローで、スホイミの回復。終わったかな。さすがにカッチコチだったからね。いや、神様何が強いって、もう天界の守りとベホマズンが強い。うん、で HP を上げれるのも強いし、うん、で広範囲の休み付与も強いね。もう強い、神様。これで三河下が持ってて欲しかったね。はい、対戦よろしく。まあ、さっき当たった人か、三突だったんだね、マルティナね。ちょっと諦めしましたね。次にまた、もう手の内がお互い分かっちゃってるから。あそこにデボラ入れてなかったけどね。どっちかっていうとセーニャはいいね。
はい、対戦よろしくお願いします。貫突のイレブンだったかな今。あー、これ仲間呼びからのあれかな。いやでもあれが飛んでくると思うんだよな。あー、あ、でもうちが先か、うちが先ですね。あ、これ仲間呼びっすね。じゃあ、うん、洗うね。イレブンの副産物洗うね。結構回復量あるからキャッツは。いや、これはもうやること決まってます。こっちはもうゴレムちゃんで落とさす。え、こっち落ちる。うわ、こっち落ちんのか。じゃあこっちバイバイ洗うね。で、あれがきついんすよね。え、これは下じゃなくて上になります。下じゃなくて上になります。で、縦にならん。こっちにしようかな。あー、で、あの子どうすんの？ニーズゼルファは。三突だった、何突だったかな？ニーズゼルファ。来た、来た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 。あ、そうか。すっ飛んでくるグルリンかと思っちゃった。これさ、能力はぎってなかったよね。ドレアムは、イレブンで、オッケーなんじゃない？で、あのゾーンに入らないようにうまくやるって感じ。あ、ゾーン入っちゃったゾーン入っちゃった、これはこっちですね。ここでいいっすね。で、神様は展開、ここで展開入ります。これでいいっす。で、ネズゼルファに関してはあのテンション取って多段で落とさないとネズゼルファは落とせないから、テンション取らないとダメっすね。しかも硬くなっちゃった。こっち仲間は呼んだんだよね。呼んだよな。熱風。どうしましょうか、これは。イレブンが早いな。デッスローとか、あ、これここでこれやっとくかな。どうしようかな。こっちにしとこうか。うーわ、くだらねえのが出た。いや、マジくだらねえよ。 11%、 寝るのはいるんだっけ。寝て解除あるんだっけあれ。いや、これでこうしとこう。いや、これ来てもらわないことには話にならん。で、終焉の炎って9マスだっけ。損傷当てに入ってもいかんのよね。ドレアマテンションなんとかもらいたいんだよな。うん、これはこれですね。いや、まだうちにはベホマザンあるから。休みとかレックさんは、あ、レックじゃない、イレブン。あ、ちょ、あ、ダメか。しかも奇数ターンだからダメっすね。で、ゴレムスがどこ守るかだね、次ね。これ飛んでいくんじゃない。あー、それもそこか。それか、猛毒、身代わり。ああ、そんなのがあるんだ。それは知らなかったっすね。次来ちゃいますね。天罰打ったってな。ベホマズンとりあえずベホマズン挨拶代わりのね。そうか、状態異常不要があるのか。でも休みってさ、あなたはどんぐらい休み。半減だぜ、半減だぜ。素早さ 11% による見返しも取られるし、おかしいよな。ここはニーズもいんのか。これテンション取ってニーズいきましょう。これテンション取れるから、ここで落とせなかったらもうおしまいっす。
主演の炎で一緒に焼き殺されて終わりですね。頼む。オッケー。オッケーなんす。これなんす。でだよ。これ必殺どころじゃないんだっけ？なんだっけ？どうするんだっけ？あ、これ落ちるのか。これでいきますね。これですね。はい。はい。この子あんま知らないんだよね。なんかメドローアの盾のやつはあるけど、他がなんだ？あのギガクロスブレイクの範囲のあれ、何でデインかな？あ、ドルマ、ドルマ、ドルマ。で、これで、ゴレムちゃんは来れなくなってるんで、どうしようか。これ、なんかないかな。天罰。天罰で行きましょうか。あ、天罰？捨てていこう。入らないか。天罰、うん？こっち？ベホマズン？何がいい？わかんなかった。捨てていこうっちゃった、とりあえず。で、次の、あれで、テンションもらってでいけるんじゃないかなって思ってますが、素早さ、693。ね、78。はい、最後打ちたかったな。そこまで来たかった。そう、ニズデルファの倒し方はあれです。もう初日にマスターしました。まあドリアムがいないと無理なんですけど、貫突でも脅せる。で、イレブンはゾーンにさせちゃいけない。はい、対戦よろしくお願いします。ここは不利です。あ、奥にいてくれるからまだいいけど、不利。オート。うん、これありがたいですね。ありがたい。これはいや、これ痛いんだよな、マジで。これ痛いんすよね。あ、ヌアーが来て、うわ、これどうしよっか。あ、これ前ですね。前、これは前出なきゃダメだ。これ前出ます。まず入れ、そこ入れ。おかしいだろ。で、これテンションで、これ、あ、あの子無理なのか。デスロ、あ、これ落とえ、不屈あるっけ、この子。なし。OKOKOK。で、これは、これで落ちない、カミュー。落ちないか。惜しい、惜しかったな。これ、これ。で、これ上がって、これ。あ、ちょっと待って、これは入るのかな？あ、ちょっと待って、これは入るのかな？これ入るか？これ入って、ヌワード落ちると思うんだよな。けど、行くか。本当は上で止めたかったけどね。神を受けるか、ヌワを受けるかなんだよな。うん。やめろ、ジジイにやめろよ。ジジイはもう、すぐ寝る。もう昨日もすぐ寝る。で、カマだろ。カマ来て。いやー、レックが落とせないなー、これなー。あ、起きるんだよね。起きるよな。起きる。起きればだいぶ違う。で、これ、これ、グラクロでいいか。グラクロ。当たるんかい。あ、違う、ミスだった、今。なんかミスだったような気がする。ねえ。どういうこと？これ回復入るよな。回復入るから。いや、ここだな。ここで打ちます。で。次、必殺耐えれるかな、うち。行くか。いや、違う、レックに標準 3マスやるんでしょ、普通は。あ、
これ必殺耐えれるか、まあ、ドレアも耐えれるだろう。ドレアさん耐えれるだろう。あとはお亡くなり。あ、オッケー、神様がいや、なんとかなるよ。さっきのグラクル外してるしな。グラクルでいくか。じゃあこれは悔しかろう、外したまんま。じゃあオッケー。魔界のなんとかピサロ、魔法師ピサロ、あ、なんだっけ、あいつは不屈持ってないんだね。もうピサロキャラだけで何キャラいるのこれ。3キャラか。はい、対戦よろしくお願いします。エスターク、うち本当か、3人来てうちじゃないか。でもあの水銀玉がいるから、あ、水銀玉、早い、あれなんか状態上不要なかったっけ、あのオーロラグリーン取りたかったなこれな。じゃあこれいきましょう。木がいるのか、次向こうのドリアムか。これいっちゃいます。あ、水銀やりやがったかな。水銀か、これミリオだよね、ミリオだけ。あー、小僧狙われたか。じゃあこれはここ行きますね。で能力剥ぎで来るんじゃないかなって思っちゃおります。ラミアス、ラミアス、あー悟りだったか、休み取れなかったねこれね。あなたはこれな、あなたは、あー、こうなっちゃうのか。じゃあここでいいか、ここですね、はい。半減ナイス。ドレアもいけるかどうか。テンション取った、テンション取った。魔人は無理か。グラクロ、グラクロ。いっとくか。で、マモツカに小猿を得ない。ああ、そっちか。え、これオートだ、オートかな。いや、オートじゃないと思っちゃったんだけど、これ落ちないか、やっぱり。いや、落ちないか、落ちないと思ったんだよな、それもな。ドラゴンネップいっとくか。水銀玉やっときたかったな。一番早いんだよな、素早さな。あー、でも逆転してるかな、素早さ。悟り、あー、これ大丈夫ですね。これですね。
ああ、射程入ってた、ナイス。オートだから助かりましたね。はい、対戦よろしくお願いします。ゲンマジャミラス、あーみんなか。まあこれはでもいい感じですね。まあ仲間呼びでしょうね。2歩前出て、あー斜めか。どこに置くか。ゲマ守るかな、もしかしたら。あー違う。ピオリム、あ、立ってきてくれた、オッケー。これ落とせますね。落として休み付与できますんで、これはラッキーです。この子はいなければもう完璧だもん。で、これは、仲間をします。下でもよかったかな。そこは下かな。ちょっと横並びすぎちゃったな。射程がそういう射程だから、向こうが。これは良くなかったかもしれないね。眠り。で、ここをうまくいけるかな。守つかからいけるかどうか。2歩前出ろ、2歩前、2歩前。うわー、一回ミスった。くそ。いや、ゲーマーいけたのか。
展開だ、展開じゃん、もう展開ですよ、展開ですやん。いやここまでうまくいってたんだけどな。で今のもゲマから落とすか、ゲマから落とすか、マモツカから落とすかって悩んじゃったんだよな。ゲマから落とすかったかな。順番向こう3人な、3人の猛攻受けんだよ、この3人の近距離からの、やばいって。あっやばい、これは。いや神様、神様とドリアムだけ生き残ればなんとかなるかもしれない。神様とドリアムだけ生き残れ、頼む。いやちゃんとねドリアムのグルリーの射程入ってないのが偉い。もうあこれで呼ばれたことによって射程に入ってくるんじゃないか。入ってくるんじゃないか。これはここな、これはここね。で次のためにここのわあに置く。次またぐるりん取るから。入らないのか。いやジャミラ強いな。いやあのホイミンもくそジャミラス、ジャミラスがこのテンションのあれからずらすかどうか。神様落としてきそうだね、ここね。ああ幸せ、あ幸せ、あれもう終わりなんだっけ、終わりなのか、幸せ。そうこれは無理ですね、悔しいな。そうかキラポン切れてたか。こっちだけではもう全然先読めてなかったの。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。